宮崎県最北部の町延岡市。山あり川あり、そして海ありの延岡市は九州の市町村で面積が2番目に広い町なんです。それだけに自然も感動もスケールが桁違い。その感動を誰でも丸ごと楽しめてしまうのが延スタです。延スタ感動体験。今回は延岡市の長浜海岸でサーフィンを体験しますよ。今日ですね、実は私一人ではないんです。横にいますのはケーブルメディアワイワイ入社1年目のトキトキです。よろしくお願いします。まあ自己紹介を。はい、入社1年目のトキトです。今日は立てるように頑張ります。一緒に頑張りましょう。はい、ここで今日の延スタの先生を紹介しますよ。はい、ロングショートボード二刀流プロサーファーの遠田です。よろしくお願いします。かっこいいですね。今流行りの二刀流なんで。今流行り。そしてお隣にいらっしゃいますのはプロボディーボーダーの遠田由美です。よろしくお願いします。ご夫婦揃ってサーフィンされてるんですね。かっこいいですね。かっこいいですね。頼りになります。今日は私たちちょっとまだまだなところあるかもしれないんですけれども、はい、どうかご指導のほどよろしくお願いします。よろしくお願いします。それではトキト君、専用のウェアに着替えましょうか。はい、せーの。はい、着替えました。初めて来ましたが、すごいこの密着感、ちょっと硬い感じもしますけどね。ですね、結構暑い感じしますけど、うんうん、海の水が冷たくても大丈夫そうですね。もうこれを着てるともう入りたくなりますね。入りたくなりますね。じゃあ、はい、早速行きましょうか。行きましょう。とテンションマックスで海に駆け出した2人ですが、まずは砂浜で基本動作を習います。私矢野はこちらのボディーボードに挑戦します。由美先生、はい、こちらボディーボード可愛いですよね。そうですね、うん、テンション上がりますね。あの結構いいカラーで、そう、裏はまた違うカラーで。そうなんですよね。はい、こちらのボディーボードは長いボードの、はい、サーフンに比べると初心者向けだったりするんですか。万人の方に怪我なくやれるスポーツかと思います。あ、はい、本当ですか。はい、じゃあ入門としてはやっぱり最適なんですね。そうですね、やりやすいと思います。こちらの柔らかい面に寝そべっていきます。でこちらが幅が狭い方がノーズといって前側になります。こっちが前ですね。はい、この細くなってる方が前で寝そべる。寝そべってもらって、はい、ここの90度より少し前に出る姿勢ぐらい、はい、少し前のめり、はい、これぐらいが基本姿勢です。はい、はい、これで乗っていきます。陸だからまだ普通ですけど。そうですね、海だったらどんな感じなんだろう。はい、で波が来た時にこのままだと乗れないので、一度手をちょっと前にして、はい、ビート板のようにはい、して手をまっすぐして力抜いてバタ足をします。バタ足、はい、でもお尻からフィンの先までを自分のヒレだと思って、足首だけで漕がず、お尻からもうここまで行く感じで漕いでます。はい、わかりました。うまくできるかな。で波に乗れたなと思ったら、さっきの基本姿勢になります。うん、はい、はい。で目線は遠くに。遠く。はい。近いと刺さってしまう。転んでしまうので。波の中で転ぶってことですね。はい、はい、遠くを見ます。遠くを見てください。はい、波に乗るときはちょっと足をまっすぐ気味で細かく漕ぎます。パタパタパタで、はい、で沖に向かうときはもうちょっとゆっくり思いっきりグオングオンっていう感じで漕ぎます。はい、はい、はい、最後ちょっとここの足の方でグッと押す感じだとより進みます。そうですね。はい、じゃあもうあと実践で頑張ります。はい、向かうは延岡市の長浜海岸。市街地から
車でわずか10分ほどのところにあるスポットです。浜辺での元気はどこへやら。おっかなびっくり、及び腰で沖に向かいます。そして波と格闘すること10分余り。いよいよ初乗りに挑戦です。一度乗れると手を振る余裕さえ出てきました。まあちょっと怖いなって正直思ったんですけど、やっぱちょっと慣れると、少し慣れてくるともうすっごい気持ちいいですね、はい、楽しかったです。よかったです。やりました。ありがとうございます。そして次は、はい、時藤君、次はサーフィン。まあ私が乗れましたからね。私初心者になりましたからね、はい、矢野さんみたいにかっこよく乗りこなします。僕は宮崎県出身で、海が近くて何回かサーフィンやったことあるんですけど、しっかり教わったことがないので、今日は戸田さんに教えていただきたいと思います。やったことはあるんですから分かると思うんですけど、パドリングってこう、まあはい、クロールみたいな動きの動作があります。これで、沖に向かったり来た波をこう捕まえたりするんで、これがすごい重要になってくるので、これのやり方をお示しします、はい、まずサーフボードの中心に自分の体の中心を乗っけるような感じにして、この位置がちょっとこうずれてたりするとこうバランスを崩しやすくなるんで、はいはい、なので真ん中に乗るようにしてください。真ん中に乗るように、はい、でここから胸を開くような感じでしてもらうと、まず前が見えやすくなるんで、はい、で肩が回りやすくなる、はい、でそれでもうクロールみたいな形でこう漕いでください。パドリングでこう波を捕まえます。で何もしなくても滑っていく状態になったら立つタイミングなんで、はい、胸の横ぐらいに手をついて左足を自分のお腹の下にこう持ってくるんですね。体をひねりながら、そうですね、そう、はい、で立ち上がる。で前を見る。前を見る、はい、それでこれがテイクオフの動作なんで、はい、こう後ろの方まで、そうそうそう、はい、こういう感じですか、はい、陸ではバッチリ、陸ではバッチリ、わかりました、はい、で次は立つ練習、立つ練習、はい、胸の横でしたっけ、そうそう、もうちょっと下の方がいいんじゃないですかね、もうちょっと下、はい、で、はい、そうです、でそうそう、で立つ、そう、こういう感じですかね、はあ、なんかかっこよくないですね。あ、かっこよくないですもう一回、もう一回いきますか、はい、パドリングから、はい、で、はい、波乗りました、波乗りました、はい、こう、いや、そう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 、OK、そう、これ、はい、合ってますかね、はい、どうですか、皆さんいいですかね。というわけで、早速海に向かいます。じゃあ、この波が通ってきたら、ちょっとパドリングに進みます。わかりました。パドリングです。怖い。もうちょっと後ろ来てください。そして、初乗りは？
見事にボードに立ちました。テイクオフのタイミングを教えてもらうことで立ち上がるコツをつかめてきたようです。とっても難しかったんですけど、幸田さんのはいという一言がとてもこう分かりやすくて乗ることができました。とても気持ちよかったです。ありがとうございます。すごい上手でした。ちょっと、はい、はい、すごい乗れてたじゃん。はい、ねえ、かっこよく、ボディーボードもできたけどサーフィンもしたいですね私。サーフィンもですか。はい、あ、もちろん。トーダさん、いいですか？やりますか？いいですか？私も。はい、やったー。じゃあ私も、はい、教えてください、私にも。こうやって右膝を、そう、で、そうそう、で、はい、で前、そう。ボディーボード、サーフィン、楽しかったですね。楽しかったです。上手に乗ってたじゃないですかね。はい、乗りました。もう私サーフィンはちょっと難しかったですね。トキトキみたいに上手には乗れませんでしたが、いやいや、もうどちらも楽しむことができました。はい、今日はここ長浜海岸でのサーフィンですけど、この海はどの海でしょうか。そうですね、結構長浜海岸ってすごい長い距離があって時々でいろんなこうサーフスポットが、まあ、場所が変わるんですよ。で、まあ、ただやっぱ注意点としては流れ、海水浴場じゃないんで流れがあったり深いところがあったりするんで、ちゃんとこう波はすごいんですけど、そういうのを気をつけないと危ないんで、なんか体験とかされる方はノベスターの通してやってもらった方がもう間違いなく安心して体験できる感じですかね。安心して楽しく体験できる、はい、ということですね、はい、今日は教えてくれたお二人本当にありがとうございました。ありがとうございました。楽しい時間を過ごせました。矢野さん、はい、矢野さん、はい、感動していただけましたでしょうか。もうすごく感動いたしました、はい、とても感動しました。楽しかったです。また私は挑戦したいなと思います。それではまた次なる感動でお会いしましょう。